えー、今回はですねあの、今最近話題になっております、えー、自民党の裏金問題ですね、えー。これについてお話をしようと思います。まああのー、政治資金のパーティーですね、えー、の、えー、件をたくさん売ると、えー、その一部をですね、あのー、たくさん売った、えー、政治家の方に、えー、キックバックするということがあって、まあ、これがですね、えー、収支報告書に記載されていないと、いわゆる裏金ですね、になっているというのが今指摘されています。 私思うんですけども、まあ、国会議員っていうのは、あの、一般はですね、えー、日本の国民と比べてもはるかに高い給料をもらっておりますし、いろんなですね、法律を作ったりっていう権力ですか、えー、権限も与えられておりますので、うん、まあ、お金がなくてもですね、まあ、一般の国民と比べても、ま、優位に立てるはずなんですよね。えー、当然、ま、尊敬もされるでしょうし、ね、先生先生とこう、められると思いますしですね、 あの収入も十分ありますので、まあ、生活に困るなんてことはもうないはずなんですよね。で、まあ、今ですね国民に対してはまあ増税を行っていたりとか、えー、高いインフレですね、まあ、これを、えー、許容してくれというようなことをです、ね、言っている中で自分たちだけ甘い蜜を吸うというかです、ねあのーまあ、たくさんお金を儲けてやろうともらってやろうと。 いうこまあその裏金はまあどこで使われてるかわからないですけどもまあねそういうお金ですからまあ何ていうか正しいことには多分使われてないんだろうなっていう気はするんですけども、うん、やっぱりね国民にいろんな増税とか我慢をですねこう強いてる以上はですねあの自分たちの身の潔白をしっかり証明して、えー ね、収支報告もしっかり出して、えー、ね、国民の税金を無駄遣いしてないんだってことですね、あのー、表明してもらえないことには、もう我々もですね、なかなか信用できないと思うんですよ。なでまあ、これでもう岸田さんがですね、まあ退陣されるのか、えー、ただ次選挙で自民党がどこまでですね、あの、議席を残せるかわからない状態ですよね。あとまあ、この疑惑がどこまで、えー、 追及されるのかですねわからないですけども、まあ、いずれにしてもですねうん、ちょっと今回ひどいですね。っていう感じですので、ま本当、国会議員の皆さん、これからはです、ね、しっかりえりを正して、ねまあ、今、どこの企業でもそうですよね、あの入るお金、出るお金って全部、えー、記録残してますよね。うん なんで普通にね、そんなことをやっていただければ、信頼も取り戻せるのかなと思います。はい、そんな感じでした。以上です。